容器や瓶がなかなか開けられないとき、力を入れる必要はありません。蓋にお湯を30秒ほどかけてから乾かせば、握りやすくなるので、魔法のように蓋を開けられますよ。料理でニンニクも玉ねぎも使う場合、玉ねぎを先に入れましょう。半透明になりかけた時がニンニクを加える絶好のタイミング。ニンニクは玉ねぎよりも早く火が通るので、ニンニクと玉ねぎを同時に炒め始めると、ニンニクが焦げて味が損なわれます。アボカドがお好きな方、熟しているかどうかを簡単に見極める方法をご紹介します。ヘタに注目してください。難なく引き抜くことができればアボカドは食べ頃です。簡単に抜けなかったらまだ熟していないので2、3日置いてから食べた方が良いでしょう。卵の鮮度を見極める方法はこれ。卵を割った時、黄身が白身の真ん中に来て、黄身を囲む白身が綺麗な透明だったら新鮮です。黄身が盛り上がっていることも重要ポイント。平べったい卵は食べない方が良いでしょう。黄身と白身にくっきりとした境界がなく、割った時に白身が大きく広がるようなら腐っている可能性があります。卵の品質を見分けるには、殻付き生卵を水の入ったボウルに入れます。卵がそこに沈めば問題ありません。卵の片側が水面に近づいたら新鮮とは言えませんが、食べることはできます。しかし浮いてしまっては食べて大丈夫とは言えません。朝と寝る前の歯磨きは同じようにする必要はありません。朝の歯磨きは大切ですが、それ以上に息をすっきりさせることが大切。逆に夜は朝よりしっかりと歯を磨きましょう。細菌の繁殖を防ぎ、歯茎や歯を守るために重要です。口臭といえば、一瞬で口臭を消す良い方法を知りたくありませんか？秘密はキュウリのスライス。ミントタブレットが手元にない場合は、キュウリのスライスを食べるだけで息がさっぱりしますよ。無添加のピーナッツバターを買ったら逆さまにして保存しましょう。こうしておけば固形分と油分が分離しにくくなります。おまけに油が上に上がってもピーナッツバターを混ぜやすくなりますよ。しばらくどこかに何かを置いておくときは声に出して言いましょう。例えばベッドのすぐ横の床にスマホを置いたという具合に。こうすることで、言語中枢を含む脳の複数の部分に働きかけ、記憶が鮮明になり、どこに置いたのかを思い出しやすくなります。他にもろうそくの火を消す、ヘアアイロンのプラグを抜く、ストーブの火を消す、家を出るときに鍵や財布を持っていくなどの忘れたくないことも同じ方法で覚えましょう。あれ、どうしたっけという不安が解消されますよ。友達の家に遊びに行った時、帰りに持ち帰るのを忘れたくないものは車のキーの横に置いておけばいいですよ。そうすれば絶対に忘れることはできませんからね。なかなか決められない時はコインを投げましょう。別にコインに決めてもらうことが目的ではありません。きっとその結果を待っている間に、あなたの心は自動的に本当は望んでいるのに声に出して認めることができない方を選べるようになるでしょう。スーパーマーケットでかぼちゃが美味しいかどうか知りたいとき、そのかぼちゃをノックしてみてください。中が空洞のような音がしますか？それならきっと美味しいですよ。また外の皮がしっかりしているものを選びましょう。食べられるものを処分していないですか？例えばヨーグルト、上の方に液体が溜まっていますよね。あれは栄養分が高い乳製、またはホエイと呼ばれるものです。食べられるので、ヨーグルト全体をかき混ぜて滑らかにしてあげましょう。鶏肉を買うときは、周りに水分があるかどうかを確認しましょう。液体がない方が美味しいです。例えば、冷凍庫から冷凍チキンを取り出して、周りに氷がたくさんついていたら食べない方がいいです。引っ越しの予定がありますか？引っ越したら、まずは寝室を整えましょう。そして、何よりも先にベッドを整えましょう。一日中荷物を運んだり掃除をしたりして疲れ切った時には、とにかく快適な場所で休みたいと思うはずです。ココナッツオイルに不純物が含まれているかどうかを見極める技を紹介します。冷蔵庫に30分ほど入れておいてください。ココナッツオイルは低温で固形になります。不純物の入ったオイルは分離し、別の層ができるはずです。玉ねぎにカビが生えたかどうか確認したいときは、1枚目の皮の下を見てみてください。皮が薄くなったような汚れがありませんか？カビです。
こうなった玉ねぎは買わないようにするか、すでに買った場合はカビをすべて取り除いてから使いましょう。レモンは目視で熟しているかを判断できます。皮が滑らかで濃い黄色であれば熟しています。緑がかっていたり薄い黄色だったらまだ食べられます。コーヒー好きなら豆で買って自分で挽けば一番美味しいです。あるいはコーヒー豆を売る店で挽いてもらうのもいいですね。こうすれば製品が本当に挽いたコーヒーのみで余分な添加物が加えられていないと確認できますからね。卵黄と卵白を簡単に分ける方法をお探しならこれを試してみてください。空の清潔なペットボトルを用意します。ボウルに卵を割り入れ、ボトルを黄身の上で握り、ゆっくりと手を緩めます。こうすると真空状態になり、黄身がボトルの中に吸い込まれます。まるで手品のように白身と分けられますよ。家の中でピアスなどの小さなものをなくしてしまったとしましょう。そんな時は掃除機の頭にストッキングをかぶせて使うことを忘れずに。そうすれば間違えて掃除機で吸い込んでしまうこともありません。愛用の化粧水を旅行に持って行きたいけどスペースがない？そんな時はコンタクトレンズケースを使ってみてください。とてもコンパクトなので小旅行にぴったりです。ヘアアイロンは襟にアイロンをかけるときに意外と便利。普通のアイロンがけが苦手な人には特におすすめです。電池が使えるかどうか確認したいときはテーブルの約15センチ上から落としてみてください。1回跳ねてすぐ倒れれば問題なし。それ以上跳ねるようなら電池がすでに切れているか寿命が近いサインです。カミソリのプラスチックキャップがなくなったら代わりにダブルクリップでカバーすれば安全です。またデリケートなものや衣類と一緒に梱包する場合は他の荷物を保護してくれます。似たような鍵を区別したいならマニキュアを塗れば簡単に区別できます。電子レンジで残り物を温め直すときはお皿の真ん中に丸く間隔を空けておきましょう。料理がより均等に温まりますよ。ストローはイチゴの茎を取り除くのに超便利。ほら簡単でしょ。マフィン型はバーベキューなどで数種類の調味料を出したいときに間違いなく重宝します。皿洗いも時短できます。危険はどこに潜んでいるかわかりません。詐欺師はより高度な技術を使ってあなたに近づいてきています。車の中の封筒といった奇妙なものや車のボンネットに置かれたおかしなもので年齢や素性に関係なくあらゆる人をターゲットにします。どうすれば危険信号に気づくことができるか、その場合どうすればいいかをお話しします。夜遅く、あなたはスーパーの駐車場に車を止め買い物に行きます。戻ってくると誰かがフロントガラスの片方のワイパーにシャツを巻きつけていました。もし本当にこんなことが起こったとしたらシャツをフロントガラスからどけようとしないでください。代わりにできる限り早く車に乗り込み走り去ってください。電気の明るいできれば人が周りにいる場所を探してからシャツを捨てましょう。これは犯罪者が一人でいるドライバーの気を散らすために使う比較的新しい方法です。シャツなどの大きな布があると立ち止まってどかそうとしますよね。その間に犯罪者が近づいてきてその先は何が起こるか分かったものではありません。買い物袋を持っていてもトランクを開けない方がいいですよ。不審者に対して無防備になって素早く反応することができなくなりますからね。買い物袋を車に放り込んで整理するのは安全な場所についてからにしましょう。さらにゾッとするようなこともあります。車に戻ってみると封筒があった場合です。車は絶対にロックしたのに誰かがどうにかして侵入したのです。まず安全の基本に立ち返ってすぐにその場を去りましょう。そして封筒は開けずに捨てます。ですが仮に好奇心に駆られて開けたとしましょう。すると初めまして、あなたの車の安全性が十分でないことが分かりました。ご覧のように簡単に侵入できるのです。検査代金をお支払いいただければより良い安全システムを備え付ける技術者を派遣いたします、などというメッセージが書いてあるかもしれません。何も盗まれていないのはいいことですから、その封筒を捨ててメッセージは無視しましょう。この詐欺師にお金を払うとまた同じことか、次はもっと悪いことをするでしょう。一番いいのは信用できる整備業者で安全システムをチェックしてもらうか、防犯機能が十分でない場合は交換などをしましょう。
車のボンネットに水のボトルが置いてあるのは深刻な危険のサインです。フロントガラスのワイパーに服が巻きつけてある時のように、あなたの気を散らせて車から出てこさせるためのものです。でもこのケースはもっと良くないのです。車から降りてボトルなどの比較的大きなものをどかそうとはせず、そのまますぐに家に帰ったとしても大変なことになる可能性があるのです。車のボンネットにボトルを置いた人は、あなたの車に GPS をつけたかもしれず、家に帰るとつけてこられる危険性もあります。人のたくさんいる安全な場所を見つけて GPS を探すか、近くの警察署に行って探してもらうかしましょう。知らない人が写真を撮ってほしいとスマホを渡してきてもすぐに撮らないようにしましょう。まずはその人をよく観察してください。怪しかったり友好的でなかったら感じよく断った方が安全です。次のような詐欺かもしれませんから。スマホを渡され、あなたがカメラをオンにすると壊れていました。写真の画像がおかしいのです。その人にスマホを返すと、あなたが壊したと責められます。そしてお金を要求し、大声を出して騒ぎ始めます。このような状況になったらパニックになったり怒ったりしないのが得策です。落ち着いてその場を離れましょう。騙されないと明確に意思表示するのです。そして相手が攻撃的すぎる態度を示したら警察を呼びましょう。泥棒は広告のチラシや新聞、シールをあなたの家やマンションのドアに挟んでいくことがあります。紙やペットボトルの細い切れ端を戸口に挟むのです。こういうものを長期間取らないでいると、あなたが留守にしていると泥棒にバレてしまいます。こうして泥棒は空き巣に入りやすい家やマンションをマークします。誰もいないマンションに侵入する方が彼らにとって安全です。ですので覚えもないものがあったらすぐに捨てましょう。チラシやしおりが1日や2日ドアに挟まっていたら、家に誰もいないことが分かってしまいます。もちろん本物の広告もありますが、そうであっても必要ないですよね。チラシの他にも家やマンションのドアに奇妙なラベルが貼ってあることがあります。それらのラベルには番号や十字などの記号が書いてあったりします。これは泥棒が狙っている家をマークするためのものです。このようなことがあったら警察に知らせた方がいいでしょう。あなたは車で仕事から帰る途中、ガソリンがほとんどないことに突然気づきます。最近満タンにしたばかりなのでおかしな話です。まずはガソリンスタンド、それから修理センターに行き、ガソリンが漏れていないか調べてもらいます。そうしている間、泥棒はあなたの家から物を盗むのです。車から意図的にガソリンを抜き、ガソリンスタンドに行くよう仕向けたのです。あなたをそこに引き止めておき、何もかもを盗んでいくのです。絶対につい最近ガソリンを入れたのに空になっているなら、近所の人に電話して家やマンションを見張ってくれるよう頼みましょう。泥棒が事故を装い、あなたを家の外におびき出そうとするかもしれません。騙されないで。実際に事故があったのなら110番通報するのが一番いいですよ。また気味の悪い無言電話がかかってきたら気をつけてください。頻繁にかかってくるようになったら、泥棒に狙われていてあなたが家にいるかどうか確かめようとしている印かもしれません。タクシーに乗るときはメーターが適切に機能しているか必ず確かめましょう。座席に座って運転手がメーターが壊れていると言ったら、すぐに降りて他のタクシーを呼んだ方がいいですよ。特に地元の人でない場合、メーターがないと法外な料金を要求されることがあります。高速道路で車が故障し、レッカー移動サービスを呼びました。ですが5分もせずレッカー車が止まって、ドライバーが助けてくれると言います。そんな時は礼儀正しく断るのが一番です。断ると長く待つことにはなりますが、過剰請求されることはありません。偏僻な場所で足止めを食らった不運なドライバーにつけ込むレッカー会社があるんです。親切に見えて普通の2倍の料金を払うまで車を人質に取るかもしれません。あなたのところに来たレッカートラックが本当にあなたが呼んだ会社のトラックなのかどうかわからない場合は、会社にもう一度電話して車のナンバーを聞きましょう。駐車する場所を選ぶときは、あなたの車より大きな車の横は避けましょう。見通しが遮られて隣に止まったバンやトラックの後ろに隠れている悪意を持った人のターゲットとなってしまいます。
あなたが利用している銀行を名乗る電話がかかってきたら、銀行の職員は決して暗証番号や携帯に届くワンタイム認証コードなど口座の情報を尋ねることはないということを忘れないでください。そういったことを聞いてきたら、その電話は切って銀行に電話しましょう。ウェブサイトに載っている番号にかけてくださいね。オンライン決済をするときに安全なのは、銀行のカードを使うか、信用できるサービスを使って電子マネーで支払う方法のみです。ギフトカードや商品引換券、オンラインバンキングのアプリを使って他の銀行カードに転送するなど、普通と違う方法で支払うよう要求されたら詐欺の可能性大です。本物の会社はそんなことをせず、銀行口座から引き落とします。ドライブだ。あなたと友人たちは高速道路を急いでいます。突然彼らがエアコンの電源を切り、窓を閉めてしまいました。なんで？友人たちはガソリン代の節約を助けたかっただけのようですが、どうやら典型的な間違いの一つを犯してしまったようです。交通渋滞に巻き込まれている間はエアコンをオフにして、自然の風を車に取り込みましょう。窓を開けて高速道路を走行していると不要な風の抵抗が生じますからね。あなたの車は前進するためにより多くのエネルギーを必要とするようになり、1回の乗車でより多くの燃料を消費することになります。ただし、都市の境界内で交通に苦労している間はエアコンをオフにすることは悪い考えではありません。暑い日には快適な乗り心地とは言えないかもしれませんが、せっかくなので節約してみましょうかね。ここで簡単な常識テストを一つ。選択できるルートは2つあります。一つは短く、もう一つは地図上で長く見えます。どちらを選びますか？常識的に考えて、最初の1本がいいのは明らかだと思ってしまいますよね。でも実際には最短ルートがガソリンの使用量の面で必ずしもベストな選択とは限らないんです。この場合、一時停止の標識、信号機、渋滞が最も少ないものを選択する必要があります。このルートならスピードを上げたり下げたりする必要がなくなるので、ガソリンを大量に消費することもありません。ですからルートを賢く計画しましょう。リアルタイムの交通データを表示するアプリや信号機付きのインタラクティブマップを活用するのもいいですね。トランクに砂の入った袋、使わないキャンプ用の大きなマットレス、重めの靴一足、大きなタンクの水が5つも入っていませんか？あ、それとも僕だけか？節約したかったら車の中も断捨離しましょう。車に入れておくものの出量が45キロ減ると、車の質量にもよりますが、ガソリン4リットルあたり 1% 減少するといいます。重さが増えるということは、より多くの燃料を使うということですから、簡単な計算ですね。ブレーキの使用と加速は控えめに。時速80キロ以上を保って運転すると、ガソリン代をいくらか節約できます。ブレーキを踏んだり、信号待ちで急発進したりするたびにエンジンが激しく作動し、燃料を消費します。そもそもアグレッシブな運転は交通マナーに反します。そのため、ゆっくりとスピードを上げて停止線で止まるまで車をスムーズに減速させましょう。急ブレーキを踏まないといけない羽目になるようなゼロからの急加速もやめましょう。クルーズコントロールは高速道路のような平坦な地形での静かで着実な運転をサポートします。でも丘や山に近づくと、クルーズコントロールのせいで理由もなく車のガソリンが過剰に消費されます。そのような道路を運転するときは、クルーズコントロールをオフにして、上昇するときは速度を少し落とし、下降するときはゆっくりと速度を上げます。これによりエンジンの負荷が軽減されます。目的地から数ブロック離れた場所に車を駐車しましょう。車を止められる場所を探して7回周回するよりも理にかなっていますよね。イライラしている時間、運転して回る時間、そして余分なガソリン代を考慮すると、少しくらいショッピングモール、会社、お気に入りのレストランから離れて駐車するのも悪くないなと思いますよ。タンクを補充するのにギリギリまで待たないでください。4分の3が空になった時、または自分の都合のいい時にガソリンを入れる習慣をつけてください。これにより給油の時間になった時に最寄りのガソリンスタンドを必死で探す必要がなくなります。事前にきちんと調べておきましょう。
お住まいの地域でお得なガソリン価格を比べるウェブサイトもあるかもしれません。別の県に行っても同じようにリサーチしましょう。安いガソリンスタンドは高速道路のそばではありませんよ。あるガソリンのブランドだけを使うと決めたら、何かお得な特典を探しましょう。ロイヤルティープログラムにサインアップし、アプリを保存し、カードをゲットして割引、キャッシュバック、追加ポイント、およびその他の特典を得るために必要なものは何でも手に入れちゃいましょう。一部の食料品店やクレジットカード会社ではガソリンチェーンと提携して、店舗で獲得したポイントを使用してガソリンの割引を受けることができます。1リットルあたり数円でも違いが生じることがありますので、チェックしてみるといいですね。ハイブリッド車をお持ちのあなたへの情報がこちら。車がまだ充電器に差し込まれている間に AC をオンにしてみてください。走行時の航続距離を伸ばすことができるので、ガソリン代が安くなります。新しい車種のいずれかを運転している場合、アイドリング時にエンジンが自動的に停止するモデルがほとんどですよね。そうでない場合は、燃料を節約するためにアイドリングを避けてください。信号が青になるのを待つのに45秒から120秒かかり、車を始動するのに必要なガソリンはわずか10秒です。したがって10秒以上停止する必要がある場合は、車両の電源を切りましょう。そのままにしておくと、1時間あたり最大2リットルの燃料を消費できる可能性があります。次に、安全にあまり興味がないという変わった方でも、少なくとも経済的にお得な理由がありますから、車を大事に使いましょう。少なくとも月に1回はタイヤの空気が十分に入っているかどうかを確認してください。空気が不足すると摩耗が早くなり、車を引きずる形になり、ガソリンが無駄になります。車のマニュアルをチェックして、エンジンを調整する頻度を確認してください。年代やモデルによって異なりますからね。フィルターを掃除することで、少ないガソリンで車を走らせることができます。適切なモーターオイルを使用してください。そうしないと、エンジンが必要以上に働き、ガソリンを浪費することになります。高性能なエンジンでない限り、冷静さを装ってプレミアム燃料を充填する必要はないのです。その場合、長期的にはコストが大幅に削減され、あなたの車をより速く、よりきれいにし、より良い燃費を得ることはできません。海外の場合ですが、もしあなたの車のマニュアルがプレミアムを推奨しているが、必要でない場合は、少なくとも低グレードのものを選ぶと、さらに節約になります。過去数十年の間に、ガスの化学的性質は進歩しているので、レギュラーガソリンの品質については心配する必要はないでしょう。古い車をお持ちの場合は、ガソリンキャップのシールをチェックしてください。弱まると酸素がガス管に漏れます。それが起こるとガソリンははるかに早く燃焼します。ガソリンのキャップを交換することはできますが、センサーがメーカーまたは認定業者からのものでない限り、新しいものを認識しない可能性があることに注意してください。マニュアルトランスミッションをお持ちの場合は運がいいですね。RPM を完全に制御できます。つまり1分間の回転数でギアが低いということは回転数が高いということです。 RPM が高いほどエンジンが生成するトルクが大きくなり、より多くの燃料を使用します。ですからすぐに上のギアにシフトしてください。車によって異なりますが、最適な解決策は時速約24キロで秒速に変更し、時速48から56キロで走る頃にはトップギアに移行するのが最適解でしょう。車についている荷物用コンテナや屋根についたルーフキャリアは取り除きましょう。それらはあなたの車の風の抵抗を増加させるので、エンジンには速度を維持するために大きな負担がかかります。これは高速道路で最大 20%、 都市部で最大 8% の余分な燃料消費になる可能性があるんです。余分な収納が必要な場合は、後部に取り付けられるカーゴボックスを選択しましょう。今、車の購入をお考えの方は、ハイブリッド電気、プラグインハイブリッド電気、または完全電気自動車を検討しましょう。つまり、電気自動車でガソリン代を確実に削減できます。あなたはそんなに大きな変化を受け入れる準備ができていないとしましょう。その場合、実際には多くの人気モデルがハイブリッド形式で提供されます。海外版ですが、トヨタラブ4、ヒュンダイソナタ、ボルボ XC90 などがおすすめです。
そして運転コストを 100% 削減するのに役立つおまけのヒントがあります。準備はいいですか？ズバリ運転しないこと。わかりました、わかりました。説明させてください。可能な限り運転しないことが一番の節約なんです。徒歩または自転車で通勤するか、公共交通機関の利用を検討しましょう。もしそれが無理であれば、同じ地域に住む同僚と一緒に通勤するのもいいかもしれません。ガソリンを節約するための他のヒントを知っていますか？今日紹介した中で気に入ったアイデアは？コメント欄で教えてくださいね。ふう、あなたはサハラ砂漠の真ん中にいます。マラソンに参加することにしたのです。ここから合流点まで東へ 950km 歩かねばなりません。どんな厳しい環境であっても生き残ることができると自分に証明したいのです。大海原、南極の氷原、アマゾンのジャングル、いろんなところへ行きました。そして今回は灼熱の砂漠。旅を成功させる鍵となるのは周到な準備だからこそ、大きなリュックに必需品をたくさん詰めてきました。乾いた枝を切るための小さな斧、コンパス、寝袋。砂漠だとインターネットに接続できなくなるかもしれないので、GPS には頼れません。マッチ、応急処置キット、浄水タブレット、懐中電灯、スカーフやバンダナ、そして砂から目を守る防塵ゴーグル、全身を覆える薄めの服、レインコートやテントなども役に立ちます。砂や日光から体を守るため、これらのものが必要となります。同じ理由で手袋もいります。栄養価の高いものは食べられないので、消化のために体がエネルギーと水分をたくさん必要とします。もちろんそれらは砂漠でとても重要ですが、手に入りにくいもの、完全食のバーやドライフルーツはとてもいい選択です。そして水もたくさん必要になります。大きな容器よりも小さなボトルに入ったものをいくつか持っていく方が安全です。大きな容器が破損したら水が全部なくなってしまうからです。何本かあればそのリスクを減らすことができますからね。荷造りができたので、いよいよ出発です。あなたはヘリコプターで砂漠の真ん中に来ました。まずは鼻の穴に保湿クリームを塗ります。粘膜が乾燥するのを防ぐためです。熱い空気で鼻を火傷することがありますが、貴重な水分を失わないようにするため、口で息をすることもできません。あなたは何メートルか歩き立ち止まります。日中こんなに暑い場所を移動するのは危険。汗をかいて水分を失ってしまいますが、持参している水は限られています。移動に理想的なのは夕方と夜。この時間帯は気温が下がりますからね。体を動かして温めないといけません。ということで、あなたは倒れた古い木を見つけ、天幕を結びつけます。これで日陰ができ、眠る場所を確保。エネルギーを温存するため、なるべく動かないようにするのが大事なのです。地図を広げ、コンパスを取り出します。そしてルートを確認し、周りを見渡します。砂漠の地形を観察し、移動しやすいように計画を立てるのです。喉が渇いてきましたが、とりあえず我慢です。24時間水を飲まず、体をサバイバルモードにする方がいいからです。あなたは目を閉じ、眠りに落ちました。砂が顔に吹きつけます。目を覚ますと、砂嵐が近づいていることに気づきます。眠っていた場所の近くの木は弱そうです。嵐に耐えることはできないでしょう。緊急に避難場所が必要です。あなたはゴーグルをつけ、スカーフを頭に巻いて呼吸を楽にするため湿らせます。スカーフがなければ手で顔を覆わないといけません。体全体も服でしっかり保護しなければならないのです。小さな砂粒がものすごいスピードで肌にぶつかってきます。保護していても顔に少し砂が当たります。近くに避難できる場所は見当たりません。大きな石や木でもいいのですが、それもないのです。丘を見つけなければなりません。嵐の間、砂粒は飛んでくるだけでなく、地面や砂粒同士で跳ね返ります。丘の上にいると、ほとんどの砂粒が坂を滑り落ちていくので、より安全なのです。嵐が来ると動きにくくなります。ですので、高いところに急いで移動しなければなりません。体力の消耗が激しくなってきました。顔を守るため、風に背中を向け、
後ろ歩きする必要さえあります。嵐が強くなってきました。ですが幸い地面が高くなってきたのです。あなたは小さな砂の丘の上にいます。テントを張ってとりあえず避難。疲れ果ててしまったあなたはまた眠りに落ちました。何時間か経ち目を開けると辺りは静寂に満ちています。嵐は去ったようです。あなたはテントをしまい砂を振り落として周りをチェック。夕方が近づいてきているので暑さが弱まっています。あなたはコンパスと地図を取り出しルートを確認。ですが次の瞬間砂嵐が周りの地形を完全に変えてしまったことに気づきます。見慣れた地形が変わってしまうと地図でルートをチェックするのは困難です。これでは道に迷ってしまいます。どちらへ行けばいいのか分かりません。ですが水と食べ物はあり他の人々があなたの大体の居所を把握しています。それならこの場所に留まった方がいいでしょう。彼らがあなたを探し始めいずれ見つけてくれるからです。エネルギーと物資を無駄にすることもありませんしね。でもあなたはコンパスと地図を見て東へ進むことにしました。何があろうとマラソンを完走するために来たのですから。夜は結構寒いですが動いていれば体が温まります。ポケットをチェックすると嵐の間にマッチをなくしてしまったようです。すると乾燥した木を発見。枝を折ってリュックにくくりつけます。あなたは歩きながら砂に目印をつけます。布を結びつけた枝を地面に突き刺すのです。こうすれば合流ポイントにたどり着けなかった時に救助者があなたを見つけやすくなります。夜明けが来ました。太陽が燃えるように照りつけます。あなたはまた木を見つけテントで日陰を作って水を飲み眠りにつきます。夜になるとまた木の枝を切って砂漠をさまよいます。でも迷ってしまったようです。計画よりも早く水がなくなってきました。プロテインバーを食べると体がもっと水を欲します。この状況で最も大事なのは落ち着いていること。恐れはエネルギーを消費しますからね。今現在砂漠は自分の家だと考えそれが本当だと信じるようにします。そうすれば強さと自信が湧いてくるのです。古い廃墟を発見したのでその建物の日陰に隠れることにしました。木の枝を重ね鏡を使って火を起こすことにします。救助者が煙で見つけてくれるよう火が必要なのです。でも残念ながら空にヘリコプターは飛んでいません。次の夜また移動を再開。水があと1本しかないことに気づきます。あなたは消化でエネルギーを無駄にしないよう食べる量を可能な限り減らします。ですがそうすると体力が弱まっていきます。今の目標は物資の補給。そのためには夜明けまで待つ必要があります。そして空を見て雲を見つけその方向へ行きます。雲があれば生命と水があるはずだからです。でもすぐに太陽のせいで気温が上昇していることに気づきます。とりあえずまた日陰を作ることにしました。あなたは疲れ果てているのですぐに眠り始めました。太陽の位置が変わりまっすぐあなたに照ってきます。暑さで目が覚めます。もう水は残っていません。立ち上がって岩や植物を探すことに。草や植物、茂みがあれば水分を得ることができますからね。雨の後は水分が石の下に長い間とどまります。持ち上げてチェックしましょう。でも気をつけて、サソリやヘビ、クモが隠れているかもしれませんからね。また砂についた動物や虫の足跡を見つけることも大切です。動物は必ず水源に向かうのでそれをたどることができます。でもチーターやリカオンである可能性もあるので気をつけて。危険な動物から身を守る体力は今のあなたにはありません。遠くから動物を見て彼らが先に飲むのを待つのです。足跡を発見しました。斑点のあるハイエナの群れが遠くを歩いています。あなたはゆっくりと後をつけます。そのおかげでオアシスにたどり着くことができました。あなたは彼らが水を飲み終わるのを数時間か待ちます。やっとハイエナが去っていき、あなたも喉を潤すことができました。浄水タブレットを水に入れるのを忘れないで。でもこの状況では持っていないとしても水を飲むべきです。
どちらにしても今より状況が悪くなることはありません。体が疲れ切っていて一度にたくさんの水を処理することができないので、水を一気に飲みすぎないようにしましょう。あなたは少量の水をゆっくりと飲みます。なんだか何時間も飲んでいられるような気がします。食事をとり、ボトルに水を入れます。空腹は満たされ、満足して幸せな気分でまた眠りにつきます。うるさい音で目が覚めました。ヘリコプターです。あなたの方にまっすぐ飛んできています。あなたは叫びながら手を振りますが、救助者は気づいてくれません。火を起こす時間はありません。ヘリコプターが行ってしまいます。ああ、どうすればいいんだ。あなたはとっさに鏡を取り出し、太陽の光を反射させヘリコプターに向けます。気づいてくれました。よかった、これで助かりましたね。普通のマッチは防水マッチに変えることができます。マッチにマニキュアを薄く塗り乾燥させましょう。乾燥しきったら、マッチを水中に落としてしまったとしても火を起こすことが可能になります。冬に迷子になってしまって飲み物が必要であるという時、雪を食べるのはやめてください。水というよりもほぼ空気であるため、あまり水分補給できたようには感じないはずです。皆さんの体は食べようとすることでたくさんのエネルギーを無駄にします。さらに最悪なのは、これによって体温を下げてより体調が悪化してしまう可能性があることです。コヨーテやオオカミと遭遇してしまったら背を向けないでください。動物と対面したままゆっくりと交代しましょう。この方法は退治しているのが1匹の時のみ有効です。群れに出会ってしまった場合は囲まれないようにすることが最も重要です。木まで交代して木に背を押し付けてください。それから適切な瞬間を見極めて、できるだけ素早く木に登りましょう。服の重ね着は1枚の暖かい毛皮のコートやダウンジャケットよりも体を温めてくれます。空気が洋服の層の間に閉じ込められ、体を温かく保ってくれるのです。森の中で迷子になったら、必ず地面より少し高い場所で寝るようにしましょう。枝と葉の即席ベッドや木の間に吊るしたハンモックの上で休んでください。夜間は気温が下がって地面が冷たくなります。火を起こしたとしても寝ている間に鎮火してしまい、地面が体温を奪ってしまいます。海のど真ん中で船上にいるとしましょう。食べ物も釣り用の網もなく空腹状態です。もともとは3時間のツアーのはずだったのに、どうするかですか。靴ひもと携帯、時計、鍵などの何らかの物体を使って魚を釣ることができます。船によってできた影に魚が集まり、物体がベイトの機能を果たします。ベイトに魚が引っかからなくとも、このようなアクティビティは大海原で正気を保つために有効な方法です。短い瞑想をすることでパニック発作を回避することができるかもしれません。呼吸に集中して速度を落としてください。脳がすぐに落ち着いてきて、パニックから意識をそらしてくれます。飛行機の酸素マスクの原理も同じです。呼吸をコントロールしようとすると、怒っている惨事から意識がそらされます。丸太で松明を作ることができます。小さな丸太を垂直に置いて、上の部分に深い星形の切り込みを入れてください。乾燥した芝生、葉、棒を中に入れましょう。ここまでできたら火を灯して3時間ほど炎を楽しむことができます。大きさや木材のタイプに関係なく、どんな丸太でも機能するはずです。怒った灰色グマに遭遇してしまったら、逃げ去ろうとは考えないでください。簡単に追いつかれてしまいます。代わりに横たわって動きを止めてください。灰色グマは脅威だとみなした時のみ攻撃をします。そのため、問題を起こすつもりがないことを示せば放っておいてくれるでしょう。対決が避けられないという場合は、ゆっくりと交代してクマよけスプレーを使用しましょう。手元にない場合、同じような効果がある唐辛子スプレーを使用すれば、クマを混乱させて追い払うことができます。多分知識がない場合は、森の中で木の実やキノコを食べないでください。
毒性のものである可能性があります。他に選択肢がない場合、もみじ、白樺、松を食べて飢えをしのぎましょう。ナイフを使って粗い樹皮を切り取ると、柔らかくて白い部分がむき出しになります。さらに柔らかくするために茹でたり、火で炙ってカリカリのおやつにしたりしてください。かなり空腹だということであれば、アリを探してみましょう。あまり美味しそうには見えないかもしれませんが、なかなか栄養豊富です。腕時計をお持ちなら、指を使って日没までの時間を割り出すことができます。手を上げて、手の内側が自分の方向に向いているようにしましょう。指が太陽と水平線の間に来るようにします。この空間に指がいくつ収まるか確認してください。指1本がおよそ15分に相当します。これで日没までの時間を計算することができるはずです。迷子になって注意を引きつけるために火を起こす必要があるなら、松、杉の枝、松ぼっくり、不要なゴム製品を投入してください。炎が黒い煙を排出するため、遠くからでも目視できます。砂漠で水が尽きて食べ物だけはあるということであれば、できるだけ食事を口にしないようにしてください。食べれば食べるほど喉が渇いてきます。体は食べ物を消化するために水分を必要とします。そのため体に残ったわずかな水分を使い切ってしまうことになるでしょう。人間は水なしよりも食べ物なしでいる方が長く生き延びることができます。空腹を感じても怯える必要はありません。森の中で汚れた水の大きな水たまりを発見しました。どうしても飲み水が必要であるということであれば、ボトルに水を入れてろ過して飲み水にしましょう。水をきれいにするためには、ガーゼまたは洋服のロープを作ります。片方の端を汚い水のボトルに入れて、もう片方の端を空のボトルに入れてください。すぐにきれいな水が不純物を後に残し、ロープを伝って空のボトルに移動します。ハイキングの前に通常の靴紐をパラコードの靴紐に変えましょう。十分なロープを持っていない場合、この靴紐がピンチに役立ちます。森の中で迷ってしまって体を温めるものがないという時、乾燥した葉と芝生を地面から集めて服の間に入れてください。こうすることで長い間熱を維持することができます。砂漠で迷ってしまったら、日中はあまり移動しないようにしてください。日陰を探すか、即興の素材から日陰を作って暗くなるまで待機していましょう。夜中は消費するエネルギーが少なく、歩いている間に失われる水分も少量で済みます。熱射病のリスクを回避することにもつながります。氷の間に落下してしまったら、プールに落ちた時のように這い上がろうとはしないでください。氷の上に手を置いて腕で体を押し上げると、氷が割れて水の中に再び落ちてしまいます。氷の上で腕を水平状に伸ばして、水の上で浮かぶほど足を後部に伸ばしてください。この水平姿勢のまま泳いでいるイメージで足をバタバタさせましょう。氷に体重をかけすぎないようにしながら、慎重に腕を動かすと抜け出すことができるはずです。風が強い時に火を起こすなら、次のように行ってください。隣り合わせに2つの穴を掘って、間に小さな地下トンネルを作りましょう。穴の1つで火を起こします。こうすれば風によって消火されず、火は必要な空気を2つ目の穴から得ることができます。注意を引かずに火を起こしたいという時にも便利です。暗闇の中でも炎が目に入らなくなるはずです。プチプチする梱包材は捨てたり割ったりせずに、ハイキングに持っていきましょう。厚みのある毛布よりも寒さから守ってくれます。小さな空気の玉が完璧な断熱材として機能してくれるんです。服の間に入れれば暖かさが逃げていくことを防止できます。梱包材の素材であるプラスチックは防水機能も兼ね備えているため、雨からも守ってくれます。岸からそれほど遠くない海で泳いでいる場合、離岸流に流されてしまうことがあります。このような状況に陥ったら、流れに逆らって泳がないことが重要です。
こうすることで力を無駄にして体力を消耗します。しかも海の流れに勝てる可能性はあまりありません。岸に沿って横向きに泳いでください。遅かれ早かれ流れから抜け出すことができたら安全にビーチまで泳いでいきましょう。落下するエレベーターに閉じ込められてしまったら、激突の瞬間にジャンプしようとするのはやめましょう。座ったり立っていたりするのも NG です。仰向けになって床に寝そべってください。できるだけ足を大きく広げ、片方の手で顔を覆って、もう片方の手で頭を保護してください。落下時にこの姿勢でいると体への圧力を軽減できます。迷子になったとしましょう。救助ヘリコプターが森までやってきましたが、発煙筒を持っておらず、火を起こす十分な時間もありません。小さな鏡やスマホの画面を使って太陽光を反射させましょう。光がヘリコプターに向かうよう心がけてください。救急隊がギラギラした光に気づいて助けに来てくれるはずです。